11月6日に競泳日本代表の富田直也選手がインチョンアジア大会においてカメラを盗んだとして起訴された件で、富田選手自身が自分自身の無罪冤罪を訴えました。富田選手の供述によれば、真犯人の A という人物がいることになっています。この A という人物が存在して、そして富田選手のバッグにカメラを入れて富田選手を罠にはめたとするならば、その目的は何だったのか、大きく3通りの考え方ができます。まず1つは富田選手個人を狙った犯行、2つ目は日本人を狙った犯行、そして3つ目は誰でもよかったという考え方。まず富田選手個人を狙ったとして考えるならば、一番簡単な考え方というのは、富田選手は競泳の日本代表平泳ぎの選手ですので、そのライバルがメダルを争うライバルが富田選手を貶めて、そしてリタイアさせようとした、このように考えられます。また富田選手個人が何者かに恨みを買っていた、妬みを買っていたということも考えられます。今回の事件は9月の25日にこの犯行があって、そして9月の下旬にそれが報道に出ました。その後日本の掲示板などでは、富田選手は昔から手癖が悪かったんだというような噂というのが出てきましたが、これは2チャンネル掲示板に昔書き込まれた、富田選手が高校時代に書き込まれたその掲示板の内容が元になっています。これを見ると、富田選手は手癖が悪くて水泳が速ければ何でも許されるという風潮なんだというふうに書き込まれていますが、その掲示板他の書き込みを見てみますと、富田選手は後輩の面倒をよく見るいい先輩であるとか、あるいは富田選手はすごく速くてかっこいい将来性があるというような書き込みばかりです。この唯一の富田選手に対するネガキャンのような書き込み、これを取り上げて昔から手癖が悪かったんだというふうにインターネットで広めている人物がいる、このことからも富田選手が何らかの妬みを買っていた、まあ、水泳が速くてそして女の子にもモテるので、それを妬んでこういう書き込みをした、根も葉もないことを書き込んでというふうにも考えられます。そして今回の事件の後、富田選手に近い人物は、富田選手はこのようなことをする人物ではないという証言がたくさん出ています。こういったことから考えても、富田選手が恨みや妬みを買って、そしてこの国際舞台で恥をかかせてやろうというような考え方のもとで罠にかけられたということが考えられます。また日本人を狙った犯行だったという考え方をする場合、まず単純にディスカウントジャパンというのがあります。日本という国を貶めることで相対的に自分の国が評価されるという考え方、そしてこういうディスカウントジャパンというのはよく行われることです。また韓国におけるインチョンアジア大会がとてもひどい大会だった、このインチョンアジア大会に関する韓国国内の不満というものの矛先をそらすために反日を利用されたという考え方もできます。このインチョンアジア大会はとても大きな問題がたくさん出ていまして、インターネットなどでもまとめられていますが、もう数十個もの問題点が指摘されて、それが過剰書きになっている。例えば宿舎の問題、日本人なども泊まった宿舎の設備の悪さ、それから交通の便の悪さ、そしてスタジアムなどの環境の悪さ、こういったものもありますし、また八百長の疑惑などもたくさん出ています。日本が対戦したものではバドミントンで怪しい風の動きがあったとか、それからタイなどでもサッカーで八百長の疑惑があって、それがパロディーになって歌の動画が作られて、それが YouTube にアップされると、これは瞬く間に100万回を超えるとても話題になったというようなこともあります。それからこのインチョンアジア大会ではもともと見込まれていた興行収益の2割も回収できていない、全くお客も入らず観光客も来なかったということで、韓国政府やこの運営といったものを批判する声が韓国国内で多数出ていたんです。こうした国内の不満をそらすために、同じアジア大会において
日本人が何かしらの不祥事を起こして、そしてそれを話題にして取り上げることで国内の不満をそらすガス抜きに利用したという考え方もできます。そして3番目、誰でもよかったという考え方。この考え方をするときに参考になる話として、今年の頭に日本で報道されていた事件というのがありますので、こちら下の説明欄の方に貼っておきます。こちらをご覧になってみてください。簡単に説明しますと、韓国を訪れた日本人の旅行客が身に覚えのない罪で警察に身柄を拘束された。そしてその警察の取り調べにおいて、防犯カメラにお前がやったことが映っているんだというふうに言われて、そして自白を強要される。その日本人がその映像を見せてみろと言うと、お前が罪を認めたのならば見せてやると言って見せてくれない、この事件というのがあるそうなんですが、これは今回の富田直也選手の事件とそっくりです。そしてその目的は何なのかというと、これは警察官のポイント稼ぎであると言われています。警察官が小さな事件でも検挙すれば、それが警察官のポイントになるということで、警察官が自分自身の利益のために冤罪事件をわざわざ作り出すということがあるそうなんです。そして今回富田直也選手がたまたまその冤罪事件に巻き込まれてしまったという、そういう考え方ができます。真犯人の A という人物がいるのかいないのか、そしているならばその目的は何だったのか、これはその真犯人を捕まえてみなければ、そしてその犯人から聞かなければわからないことなんですが、そして富田選手自身はこの真犯人を徹底的に究明して、今回の事件を究明して裁判で争って徹底的に無実を証明するというつもりはないようなんですが、ただ一つ確かなことというのは、今回の富田選手の陳情書にもあるような事なかれ主義というのは通用しないということ。富田選手は大ごとにしないから罪を認めなさいというようなことを言われて罪を認めてしまった、このような事なかれ主義というのは一切通用しません。逆に今回のように大きくなってしまうということがよくあります。これは日本人はもうこういった事なかれ主義に流されやすい性質であるということを向こうは知っていて、そしてこういうのを利用します。例えば従軍慰安婦の件などでも同じです。こうした事なかれ主義というのは絶対に通用しないということを念頭に置いておかなければいけません。そして今回の富田選手のような事件、あるいは今年の頭に出た冤罪事件、こういった事件というのに巻き込まれる危険がありますので、基本的には君子危うきに近寄らずということで韓国には行かないのがベストなんですが、ただどうしても行かなければいけない、あるいはどうしても行きたいという人は、こういった事件に巻き込まれる恐れがあるということを頭に入れておいて、そしてもし万が一巻き込まれてしまった場合、身に覚えのないことであれば絶対にそれを認めてはいけない、そして謝ってはいけないということ、これを覚えておかなければいけません。それから日本と韓国は決定的に違うのだということも理解しておく必要があります。日本は世界で一番治安のいい国です。例えば日本ではタクシーに乗れば、そして行き先をつけておけばもう確実にそこに送り届けてくれる、そして料金も正規の料金しか要求されないということで、信用して後ろで眠ってしまう人というのもたくさんいますが、これは韓国ではとても危険なことです。韓国ではタクシーのトラブルというのはたくさんありまして、例えば料金をぼったくられる、もう通常の料金の6倍とか10倍といった金額をふっかけられるということもありますし、またその金額を払って、例えば1万ウォンを払ったらこれは1000ウォンだと言って騙されて、さらに追加の料金を騙し取られるといったような事件というのもあります。またタクシーに乗って安心して後ろで眠ってしまったら、知らない土地に連れて行かれて、そしてレイプされたというような事件もあります。また警察官、今回の事件に出てきた警察官などを見ても、日本の警察官といえば正義感が強くてしっかり仕事してくれるということで信頼できますが、韓国では今回の件のような職務の怠慢というのはよくありますし、そして基本的に面倒に首を突っ込みたくないと考えている警察官が多いんです。自分自身のその
利益だけしか考えていない警察官というのは多いです。警察官自身がレイプに参加したというような事件もありますし、またこれは日本ではなくてシナ人の観光客の事件なんですが、シナ人が整形目的で韓国に訪れて、そして整形を行ったら失敗してしまったということで警察に相談に行ったら、その警察官は分厚いファイルを持ってきて、整形失敗の例がたくさん載っているファイルなんですが、こんなに失敗はたくさんあるんだと、でお前はまだいい方だ、その失敗は大した失敗じゃないから諦めて帰りなさいと言って返されてしまうといった話なども聞かれています。このように日本と韓国では決定的に違うということを理解しておく必要があります。そして最後に今回の事件に関しての知見を述べさせていただくと、今回の件は韓国が防犯カメラの映像というものを公開できないのであれば自分は無罪と考えるしかないと思います。というのは日本では疑わしきは罰せずというのが基本的な考え方です。有罪であるならばその証拠というものを確実に見せつけなければ有罪にはなりません。今回の件で言えばその有罪の確たる証拠というのは防犯カメラに映っている映像になっていますので、それを見ない限りは有罪であると断定することは絶対にできません。有罪であると断定できない間においては無罪というのが日本の考え方です。さらに言うと、今回富田選手がバッグに入れられたカメラ、これが、ゴミであると富田選手は考えたと供述しています。で、カメラを入れられてゴミだなんて思うかと言って掲示板でバカにする声というのがあるんですが、ではこの画像を見ていただいて、これが一眼レフカメラ、価値のあるものだと分かる人がいるかどうか。こちらがレンズのついている普通の一眼レフカメラなんですが、富田選手のバッグに入れられたとされるカメラはこのようにレンズが外された本体だけのものです。そしてこれを見て富田選手はゴミだと思って持って帰って捨ててしまおうとしたとなっています。これに関して供述がおかしいという声がインターネット上でよく出ているんですが、自分は富田選手のゴミだと考えてしまったというのは正しいと思います。富田選手は水泳の日本代表の選手で、おそらく小さい頃から水泳一筋でやってきた人間だと思います。で、一眼レフカメラなんていうものを手に取ったことがあるのかどうか相当疑わしいというか、20代そこそこの人間が一眼レフカメラを持ったことがあるのかといえば、自分はほとんどの人がないと思います。自分自身の話で言うと、自分はカメラマンのアシスタントをしていたことがありますので、一眼レフカメラを扱ったこともありますし、そして一眼レフカメラのあのレンズの部分の外し方というのも分かります。外せますが、普通の人はおそらく一眼レフカメラを見てもその外し方、カメラレンズの外し方など分かりませんし、そして本体だけを見ても価値があるものだとは分からないと思います。ですので自分は富田選手の供述書を読んで、こちらの富田選手の供述というのはとても理解できるものだと思いました。ですので自分は富田選手は現段階では無罪であると考えています。韓国が確たる証拠を見せない限り富田選手の無罪を信じる気持ちです。今回は以上です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ブルーインパルスの T4、 この T4 はこの先端のフォルムがイルカみたいだからドルフィンと呼ばれています。イルカです。 T4 かわいいですね。これが編隊飛行を行って、自衛隊の基地などで日本各地で演技を見せてくれます。この機体です。